2017トカチスピードウェイラウンド2連戦の初戦を制したグッドイヤーレーシング86平中克幸。この日地元トカチの大地で平中克幸の祝勝バーベキューが行われた。すごく嬉しいです。まあまあ去年勝ってから1年ちょっと長かったかなと思って、まあ、まあレースってなかなかね、その全ての要素がパッて揃わないとなかなかね、あの勝てないっていうのがあると思うんです。今回なんかは結構練習の時からわりかしうまくいってたと思うんです、はい、ちょっと明日モード変えようかな。うん、戦闘モードに入る。あの、マフィアだって敵しかおらんもん。厳しい戦いにはなると思うんですけど、まあ、かなりいいレースはできると思うんで、しっかりとね、集中してまた行けば、もしかしたら本当に2連勝っていうのも全然無理な話ではないので、まあ、もちろんそこ狙っていくところはそこですね。86 BRZ レース十勝スピードウェイラウンド第6戦。ダブルヘッダー十勝第6戦のスターティンググリッドは第5戦のベストラップ順となっており、第5戦を優勝した平中克幸は2番手スタート。ポールポジションは決勝レースをピットスタートでタイムアタックのみを行った青木孝幸がマークした。はい、ちょっといろいろ言われておりますが、今回2レースでタイヤが6本の制限があります。なので、当然中古タイヤを2レース目に投入しないといけないっていうことなの で1レース目はちょっとペナルティーとかもあって降格っていうこともあったので、そこはちょっと温存して、でだからまあ1レースを捨てる形になったんですね、あまり、まあ、当然本意ではないですけど、2戦目のリザルトのことを考えたら、どっちも中途半端なレースをするんだったら、1つを犠牲にして1つをいいレースにしたいという考えで、今回の作戦を取り、3番手は青木同様ピットスタートでタイムアタックした佐々木正弘となった。俺は、予選がね17位だったんですよ。だからそれがもう2個上だったらグリッドについてました。それは本当に、心から、正直にそういうふうに言ってたし、でももう順位が下だったんで、はい、でしょうがなくグリッドがなかったんでピットスタート、じゃあピットスタートするんだったらもう割り切ってそっちの作戦を取ろうっていう。そして4番手は近藤翼。まあ今回ベストラップが第2戦のグリッドになるってことで、まあ自分も正直予選が良くなくてチームと相談して、あの15番手からだとやっぱりベストラップ狙えないよねっていうことで、まあ、ちょっとすごく悩みましたけど、まあ、そのランキング争いっていうか、もうしているので、その2台も、まあ、ベストラップ狙ってくるってことで、そこはちょっと、まあ、心が苦しかったですけど、合わせようかなということで、まあ、今回、自分もピットスタートで、
まあ、ベストラップを狙いに行きましたね、はい。まあ、もし僕が逆の立場だったら、まあ、そうするでしょうし、まあ、今のルールはルールで、まあ、それが許されているんだったら、まあ、それを最大限使ってその結果を出すようにするもんだと思うので、まあ、それに関しては特には、まあ、何も感情はないですけど、まあ、決勝頑張って抜いたら気持ちいいなという思いはあります、はい。いや、まあ正直ね、平中のポジションだとすごく燃えると思う。自分もあの位置で、でも自分の方がある意味、ね、タイヤ使っちゃって、そういうのも分かっててあそこにいるんだったら、いやいや、そんな、要は真っ当にやってきた部分で絶対負けないみたいな。だからちょっと俺今回多分一番前までは難しい位置なもんであれなんですけど、後ろから平中応援してます、はい。86BRZ レース2017トカチスピードウェイラウンド第6戦ファイナル。天候は晴れ、路面はドライ、ブラックアウトスタート。14周の第6戦、今スタートしていきました。1コーナーは順当に青木といったところでしょうか。今1コーナーに向かって各ドライバーが吸い込まれていきます。トップは青木、2番手に平中、3番手に佐々木、5番手6番手がサイドバイサイド。あー、そして1コーナー10番から後ろ大きくコースアウト。戻ってきたドライバーもいますが2台ぐらいはまだ戻れていません。赤旗、赤旗という情報が入ってまいりました。1コーナーでの本島優也、坂口良平、小川亮、松本春彦4台のクラッシュにより赤旗が出される。これはかなり危なかったね。結構な勢いで1コーナーショートカットしていってますね。まあ、ほとんどね、加速状態もう3速4速入ってる。 そうですね、入ってますね。こうしてみるとかなり本当、ね、危なかったですね。もう本当にちょっとね、小川亮が、インガーから押し出されちゃったんだけど、まあ、本当不幸中の幸いで、あの程度のね、まあ、怪我で本当良かったよね。そうですね、もう車全損したみたいですし、ね、あ、そう、はい。レースは改めてセーフティーカースタートとなった。いよいよ残り12周、グリーンフラッグ、レーススタート。平中選手がちょこっと遅れましたかね。ここはもうそのセーフティーカーでのスタートだったので、ちょっとそのやはり青木さんが有利になってしまって、でここでかなりちょっと思ってた以上に離されちゃったんですよね。ただそのセーフティーカー、その赤旗が出る前の車のフィーリング、タイヤのグリップ感はすごい良かったので、でそれに対しての青木さんのペースがそこまでこう良さそうではなかったので、まあしっかりあのミスなくいけばすぐに追いつけるなとは思いました。抜くっていうのは SC 明けっていうのは実際難しいよね。まあできるだけ差を広げられないでスタートすればおのじというかね。そうですね、うん、で実際にこう抜けるのはスタートライン以降なので、うん、かなり難しいですよね。佐々木の動き次第だと思われるんですが、この2台どんな動きを見せるでしょうか。平中選手と佐々木選手がまたちょこっと開きましたね。この辺からずっともう青木さんのペースよりも僕の方が全然良さそうだったので、うん、手応えはあった。手応えはかなりありましたね、うん。そうですね、先ほどコンマ450あったタイムギャップ完全になくしまして、テールトゥーノーズです。そして1コーナー立ち上がりのところで再び青木を捉える。そして2コーナーインナーに振った。佐々木も動く。どうだ、2コーナーインナーから平中行くか、アウト側から青木はスピードを乗せていて、そのまま前。櫻井さん、平中はちょっと勝負的に早めに仕掛けたいというイメージですよね。そうですね、やっぱりタイヤがね、彼は1レース使ってますから、もうとにかく早めに行きたいですね、これね。なるほど。ただこれはあんまり強引に行くと後ろ佐々木選手もいますから、ちょっと頭脳戦、まあ、解説の稔君も言ってるけどね、
だから青木選手のペースが下がって勝が行く雰囲気あるけど、ちょっといっぱいいっぱいだった佐々木選手がついてきちゃってるからね。で青木さんここ抑えちゃうんで、完全にこう BS コインですよね。これトップは青木、タイヤ的には圧倒的に青木が有利なわけですが、しかしながら精神的に余裕があるのは平中という状況。さあこの周回またまた詰めてまいりました。詰めるだけ詰めています。そして2コーナーから3コーナーでインサイドにマシンを振る。3コーナーで入れるか、どうだ、横並びになる。4コーナーではどうだ、4コーナーインガーは青木が守ってる。しかし平中タイトにインガーのラインを立ち上がってくるんだが前には出られない。結構いい感じだよね。勝がアウトまで行ってんだけどしっかり取れるもんね、クリップね。そのまま入ってこれるし、かなり本当にタイヤのグリップ感がずっとあったので、このレース圧倒的に勝の方がいろんなライン取れてるもんね、はい、でこの先で僕がこう外側にいることによって青木さんがそこまでインを抑えることができなかったので、ここだと思って行ったんですけど、ちょっとね当たってしまって。さあここで前に出ているのは誰だ、佐々木、佐々木です。佐々木が前に出てきているように見える。ここでしょう、やっぱり。あのレース後謝りには行ったんですよ。まあちょっとアグレッシブすぎたかなと自分でも思いまして、青木さんすいません下がっちゃったね7周終了、8周目。青木選手が4番手まで落ちてますよね。近藤もよく見てたんですね。さあ1コーナーへ、誰も予測はつかないこのバトル。まあここもね、佐々木選手がだいぶペナルティーポイントも高いんで不用意なことができないなっていうのはちょっとあったの。それはそうですね、ありました。アウト側からもしくはこうインにこうしっかり並びさえすればそれ以上を、被してくるとか、 なんかそういうのないんじゃないかなっていうふうには思ってました。ちょっと思う、はい、さあ今度は佐々木がインガーのラインを取っていた。後ろを警戒しています。佐々木1コーナー。そうなるとこれ、ね、平中のタイヤは元気いいですよ。これは前日の服部さんと同じパターンで抜いたんですけど、平中が前に出ています。平中がトップに浮上。仕掛けた、よしよし。インガーを抑えたまま1コーナーをイン小回りしてくれたので、アウト側のクロスライン取って2コーナーまでにちょっと鼻先入れることができたんで、そうすればもうそんなにこう切ってくれないですね、切ってくれないだろうなっていうことで、はい、まあ、今回6本タイヤっていうねルールだったんだけど、はい、見てる子はどういうふうに使うのかなっていうのはすごく興味があって実際すごい悩んで考えていろいろ試そうとも思ったんですけど、結果その今までそのでこのレースなんですけど全く試してない組み合わせで走ったんですよ、全部リアタイヤっていう。だけど実際こう結果は良かったので、平中克行に連勝。グッドイヤーレーシング86の平中克行がダブルヘッダーの十勝ラウンドを2連勝で完全制覇した。思ってた以上の接戦でやばかったです。ちょっと青木さんと接触してちょっと仲間強引な感じだったんですけど、なんとか抜けてよかったです。平中1台ならよかったんだけど、まとめて2台やられてた。でも早かったよ、早い、強引すぎます。ありがとうございます。俺の教えた通り走ってるどうやって走ったらいいか教えて。ゴールだ。結果的に昨日と同じような内容で最終的には前に出ることができたので、まあ、見せ場を作れたかなと思います。クラブマンシリーズ第6戦決勝スタート。ハッシーちょっとホイールスピン多かったですね。さあ手塚優也は順当にスタートを切っていきました。3番手には神谷、4番手に橋本。神谷選手がかなりじりじり来ましたね、はい、あそしてここでファーストテストだ。神谷火がついたのか、8秒0、8秒1とかなりハイペース、はい、小野田選手が飲み込まれていくっていうイメージですよね。小野田選手ちょっとなんかトラブルがあるのかもしれないですね。1コーナーでのブレーキング勝負でも小野田意地を見せられるか。インガー守る守る、
2コーナーサイドバイサイド、神谷が前に出てきました。差は詰まるんですが入れ替わるところまではいかないか。カーナンバー75番手塚優也、今シーズン初優勝。クラブマンシリーズ第6戦は BRZ の手塚優也が完全なレース運びで優勝した。